どうも、アルダンです。今回はヤリスクロスに新しいフロアマットを購入してみました。エクストラ 3D フロアマット、キャメルカラー、フォーヤリス、ヤリスクロスという商品になります。こちらは 4WD 社は適合外となっています。このマットは 3D 立体成形なので、わかりやすく言うとトレー状のような形をしているので、泥や砂利、水なんかが車内に入った時にこのトレー状のマットが受け止めてくれるので、排出する時も簡単に車外に捨てることができると思います。こちらの商品は楽天で 11,900円で購入をしました。一応クーポンとかポイントとかを加味すれば、だいたい15,000円を切るぐらいの感じでした。助手席側のマットの裏にはズレ防止のためのマジックテープが付いています。リアのマットについては左右一体型で、裏側には特にズレ防止などの加工はしていませんでした。材質なんですが、高品質の TPE 材質で、防水性、耐汚れ、耐摩擦、難燃に優れているそうです。また適度な柔軟性があって、ぴったりとフィットするというふうになっています。私の感覚では思っていたより硬いなっていう印象でした。もう少しゴムっぽいのかなと思ってたんですけれども、まあまあ樹脂っぽい感じで適度な硬さがあるんですが、全く柔軟性がないというわけではなく、それなりに十分な柔軟性はあるようでした。実際に車両の方へ取り付けていきます。もともと使っていた FJ クラフトさんのマットと比べてみたんですが、運転席側については縦方向がちょっと短いような感じでした。少し素材が硬めなので入れるときに少し力が必要な感じがありますが、フィッティングは結構いい感じでした。ただちょっと FJ クラフトさんのマットと比べてみた時に感じた縦方向の長さがちょっと短いので、フットレストの部分がもう少し長いといいなっていうふうに感じました。まあここが短いからといってフロアが汚れるっていう感じではないんですけれども、通常に乗り込んでフットレストに足をかけるとちょっとつま先がマットより先に出てしまう感じなので、フロア自体には足がつかないんですけれども、もし靴の裏に砂利とか、泥みたいなのがついていたらマットに収まらずにフロアの方に落ちてしまうのかなっていうふうに思って、ちょっと気になりました。一応この部分に関しては手持ちでカーペットの生地があったので、先の方だけ少し生地を下に引いてフロアが汚れないようにカバーを自分でちょっとしてみました。
フィッティングだったりマットの踏み心地なんかは結構思っていた以上にいい感じで、下の溝もかかとがいい感じに乗るので、ペダルの踏み替えとかそういった部分に関してもなかなかいい働きをしてくれるなっていうふうに思いました。リアの方のマットを引いていきます。ちょっとこれに関しては非常にフィッティングがいいというか、サイズがぴったりすぎてはめるのがすごく大変でした。全くこうサイズが合わないとかっていうわけではなくて、フィッティングがすごく良すぎるというか、プラスしてこちらの材質がちょっと硬めなので、入れる時に結構足でグイグイ押し付けてがっつりはめなきゃいけないっていうような感じでした。なので逆に言うと取るときがすごく大変なんですよね。もともとこの 3D 形状のマットの場合、やっぱり先ほどから言ってる通り、泥や砂、砂利、水なんかを簡単に車外に排出したいなっていう意図があるので、このマットを取り外すときに簡単に取り外せないと、せっかくマットが受け止めてる砂利などがうまく外に出せなくなってしまうんじゃないかなっていうふうに感じました。なのでこの部分に関しては後ほどある対策を施します。マット自体は先ほどから言ってる通りフィッティングもすごく良くて、また大きさや形状なんかもこのサイズにぴったり合っていて、いろいろなマットを見てきたんですけれども、意外とこのリアのマットについては縦方向が短い製品が多いんですよね。そういった意味でもこの製品は縦方向にも十分なスペースがあるので、足がはみ出るっていうようなこともなさそうです。もともと使っていたFJクラフトさんのマットの上にこのマットを敷いたんですけれども、それに関しては特に問題なく使えるようでした。下にマットがあるので踏んだ時の踏み心地なんかも多少柔らかくて、まずまずいい感触だと思いました。助手席側のマットをつけていきます。こちらについては特に問題はなくスムーズにつけることができました。下側に FJ クラフトさんのマットも敷いていて、その上からこのマットを敷いたんですけれども、それでも形がぴったりしているのでずれたりすることもなさそうで、また足を乗せた感じも、下側にマットが二重に敷いてある感じなので、それなりにクッション性を確保してあるので、あまりゴツゴツとした感じは感じなかったので、これに関してはすごく満足をしています。私はキャメル色のシートカバーをつけているので、このキャメル色のマットをつけたことによってすごく統一感ができて、なかなか面白い感じに
ってきたかなっていうふうに思います。もともとのマットが気に入らないっていうわけではなかったんですけれども、ちょっとこういった 3D 形状のマットで掃除なんかもしやすいものがすごく気になっていたので、ちょっとこういったものが使ってみたいなと思ってみたので、どうせだったらちょっと変わったものがいいかなと思った時にこのキャメル色のマットが目についたので試しに買ってみたんですけれども、なかなかいい感じになったかなっていうふうに思います。さて、先ほど言ったある対策なんですけれども、後ろ側のフロアマットを3分割に切ってしまいました。やっぱりこのマットの上に砂利なんかが乗ってそれを外に排出するときに、この一体型になっているフロアマットを全部をいっぺんに水平状態にしながら車外に取り出すっていうのが、ほぼ不可能なんですよね。2人がかりでそーっと息を合わせて慎重にやらない限りは、おそらく車内に砂利とか泥とかそういったものが撒き散らして、結局このマットの意味が全くないっていう感じになっちゃうんですよね。しかもすごくフィッティングが良すぎて、マットを引いたり取り外したりするのがすごく大変だったので、ここで思い切って3分割にすることにしました。実際にこの3分割にしたマットを引いてみたんですけれども、ちょっとカットした部分が結構雑にカットしたんで左右非対称になってるのがちょっと気になったりもするんですけれども、細かいことはあんまり気にしない性格なのでそれはいいんですけれども、ちょっとこの足を入れるとちょっとこのカットした部分がパカパカとしてしまうんですよね。別に気にしなきゃ大丈夫っていう程度のレベルなんですけれども、ちょっとせっかくなのでもう一ひねりして改善をしていきたいと思います。このカットしたマットの部分に100均で買ってきたマジックテープを貼っていきます。硬い方のマジックテープをマットの裏に貼って、柔らかい方のマジックテープで連結させるというような感じで、先ほどのつなぎ目がパカパカするような状況を改善できないかなと思ったので対策を行っていきます。これで一応完成となるんですけれども、実際に足を乗せても思っていた通り、何もしないよりはこのつなぎ目がパカパカとするようなこともなくて、またズレなんかもマジックテープが連結してあるのでいい感じにつながってうまくいったなっていうふうに思いました。多少カットした跡とかそのつなぎ目が気になるっちゃ気になるんですけれども、でも実際にこれによって車外に泥や砂、砂利などが簡単に排出することができるようになると思うので、なんだったら結構いいアイデアだったかなっていうふうに思いました。正直この手のマットで左右がつながってるものっていうのはやっぱり取り外しが簡単にはいかないので、各メーカーさんも3分割にして販売してほしいなっていうふうに思いました。以上、参考になれば嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思いましたら高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。